俺は24歳、この会社に入って4年、社長にも気に入られてるし、いじめる後輩もたくさんいるから毎日充実してます。僕は16歳、この会社に入って1ヶ月、最初すごい足場飛びっていうのはかっこいいなと思って入ったけど、この会社に入ってブラックなところが見てしまった。お疲れ。イエス。今日も疲れたな。疲れましたね、本当に今日。お前が毎日遅いから疲れるよ、俺は仕事してて。すいません。バカ野郎。すいません。もう6時じゃねえか。もう6時ですか。早く資材置き場に行って、はい、積み込みやんなきゃいけねえから、早く資材置き場帰ろうぜ。そうですね。もう6時でございます。残業ですね、今日1時間。お前バカか。はい。残業なんかつかねえよ、飛びなんだから俺たち。マジでブラック。足場の職人っていうのはそういうもんだ。はい、わかりました。すいません。俺が社長に怒られるよ。はい、わかりました。バカ野郎。はい。これから二度と残業なんて言うんじゃねえ。はい、わかりました。ああ、あそこにコンビニ寄ってくれよ。あ、はい、わかりました。はい、着きました。俺はブラックのホットな、はい、ブラックのホットですね。わかりました。お前舐めてんの？え、毎日仕事教えてもらってんのに、お前舐めてんの？あれ、いやでも僕本当お金ないんですよ、先輩。知らねえよそんなの。先輩の命令は絶対っす。わかりました。行きます。ブラックのホットでよかったですかね。おう、はい。先輩買ってきました。うん。お前舐めてんのこれ。はい。え、何ですか。ジョージアじゃねえだろ。え、ジョージアじゃないですか。コーヒーはお前ボスって決まってんだよ。すいません、いや初めて聞いたもんで。先輩何も言ってなかったじゃないですか。初めてとか関係ねえんだよ。はい。飛び職人っていうのはボスしか飲まねえんだよ。そういうもんだ。マジでボスや、発言が。早く帰ろうぜ。はい、じゃあ帰ります。取りましたね、今日も本当に。おう、お前が遅いからな。すいません、なんかお前が遅いから毎日6時までかかっちまうよ。すいません、ちょっと本当に頑張って仕事覚えるんで、ご指導の方お願いします。やけんじゃねえや、覚えろよ。俺に聞かなくても見て覚えろ。はい、わかりました。そうだろ。はい。そういうお前、はい、彼女いたよな。はい、彼女います。彼女何歳？彼女が僕と同い年なんで16歳ですね。あ、じゃあちょうど6個下か。いや、8個下になりますね。ふざけんじゃねえよお前、数ぐらい数えれるよ。あ、すいません。先輩24歳なんですか。24だよ俺は。あ、もうちょっと上だと思いました。ふざけんなよお前。すいません。こんだけ仕事ができると老けて見られんだよ。そういうことですね。そういうことだよ、大人に見られてるってことだよ。なんか すいません、ちょっと別に悪口とかそういうのじゃないんで。あ、そうか。はい。お前の彼女、俺に紹介してくれよ。先輩に紹介ですか。おう、お前の彼女だろ。僕の彼女です。お前のものは俺のものだろ。いや、それ後輩のものは先輩のものなんだよ。いや先輩、さすがにそれはまずいですね。僕できないですね。じゃあいいや。はい。ちょっとお前写真見せてくれよ。じゃあ写真ですか。おう、いや写真ないっすよね、確か。いいから見せろよ。いや本当にないですよ先輩。先輩の命令は。はい、わかりました。いや先輩、本当勘弁してください。やめてくださいよ、人の携帯見るの。ふざけんじゃねえよ先輩。やめてください本当に。あ、この子かわいいじゃん。こいつ。あ、それです。はい。あ、かわいいじゃん。あ、ありがとうございます。いいから俺に紹介しろ。いや、紹介はできないです先輩に。ふざけんな。本当にそれだけは本当勘弁してください。ふざけんなよお前。仕事を教えてもらってる立場だろ。プライバシー侵害。あ、じゃあまあ友達でいいや。友達ですか。おう、友達確かいなかったんですよね。ふざけんなお前。すいません。電話しろよじゃあ彼女に。いや電話ちょっと今バイト中で多分電話出ないです。うっせえ、電話しろよ。はい。
もしもし。うん、ごめんね、バイト中に。いや、先輩、ほんと勘弁してください、勘弁してください、先輩。もしもし。先輩です。いや、先輩、ほんとやめてください。静香ちゃん、俺じゃないよ。後輩の先輩です。うん、そうそうそう。あ、はじめまして。ああ、いつも可愛がってあげてるよ。可愛がってもらってるし、いじめてるだけやん。あのさ、静香ちゃんの友達、俺に紹介してよ。いないっすよ、先輩。あ、いないの？友達いないの？いいんだけど、俺後輩いじめちゃうよ。俺関係ねえし。あ、そう、紹介できる。一週間以内に紹介できないと俺後輩いじめちゃうよ。先輩、それはきついっすよ。あ、そう。紹介できる。一週間ね。それ以内に紹介できない場合、俺マジ後輩いじめちゃうからね。じゃあね、おやすみ。え、切ったんすか今。当たり前だろ、用事終わったんだから。お前は何にも考えなくていいから運転しとけよ。はい、すいません。また電話してる時俺電話するから。いや、やめてください。うるせえ、うるせえ後輩。すいません。ふざけんな後輩。すいません。お前はトラック運転しろ、仕事覚えるまで。はい、わかりました。わかったか。はい。先輩の命令は絶対っす。そうだろ。先輩、先輩、先輩。何起こしてんの？あ、すいません。いや、もう取材受けに着きましたね。ふざけんなよお前。起こし方ってもんがあるだろ。いや、いや、すいません。寝てんだよ先輩は。いや、その寝てる子分かんなかったんですけど。おめんだからかい。着いたんで段取りしますか。ああ、段取りしようか。はい。俺フォークリフトで積み込みするから。はい。自分手積みしろよ、手で積めよ。でもフォークリフト2台あるじゃないですか先輩。ふざけんな、お前仕事できねえんだから力つけなきゃいけねえんだから。フォークリフトなんか100年早いよ。はい。分かってんのかお前。はい。なんだその言い方。はい、分かりました。分かってんの。はい。体鍛えろ。はい、分かりました。今日飲みに行かなきゃいけないから早く詰めよ。え、飲みに行くんですか。おぉ、8時に行けなきゃいけないから1時間で詰まなきゃいけないからな。え、1時間で終わらないですよね。舐めてんのお前。すいません。やります。舐めてんの。すいません。そうでしょ。はい、分かった。分かりました。俺フォークリフトで積んでるから。はい。お前サブロク、はい、200本積んどけよ。200本っすか。先輩の命令は絶対です。そうだな。はい。俺もお前積み込み終わったらまだ終わんねえのかお前。先輩リフト使ってるじゃないですか。お前慣れてんのか。すいません、すいません。あ、積みな。はい。もう8時だから行かなきゃいけないから俺。飲みに行くんですか。おお、俺飲みがなきゃいけないんだよお前。先輩と飲みがなきゃいけない。行きたくねえけど行かなきゃいけないんだよ。いや、でも社長が帰るときはみんなで帰るって言ってたじゃないですか。お前舐めてんの。いや、舐めてないです。お前ちゃうぞ。すいません。ああ、はい、社長に言うんじゃねえぞ、俺飲みに行ったって。はい。俺仕事だからこれ。はい。付き合いだから付き合い。はい。お前ら16歳に分かんねえから24になんないと。先輩とかじゃなくてですか。あ、関係ねえよお前、まだ覚えなくていいんだよそんなこと。早く詰めよ、お前が遅いから俺付き合ってやってんだろ。はい、分かります。いいか。はい。社長に絶対言うんじゃねえぞ。言わないですよ、絶対終わらないですよ今日これ。あ、ふざけんなお前。9時までに終わんないと俺が社長に怒られるんだよ。はい。社長にバレたらお前本当にこれだぞ。すいません。いい。はい、分かった。はい、電話するからな。はい、分かりました。おー、じゃあな、お疲れ。はい、お疲れ様です。すんどけ、お残業つけんじゃねえぞ。はい、分かりました。おー、お疲れ。お疲れです。マジクソだ、人間のクズだな本当に。マジで本当にマジでやめてえな。そしたら飛んだろうかな。やめよう本当に。マジで死ぬ。あー、疲れたな。やべえ、先輩から電話だ。マジか。もしもし。もしもし。おうおう、材料積み込んで終わったか。はい、終わってないです。ふざけんじゃねえよお前。お前9時も回ってるから、お前社長来ちゃって俺がお前先に飲み行ってるって分かっちゃうだろお前。早く終わらせろ。だって先輩リフト使っちゃいけないって言ったじゃないですか。あと1時間ぐらいかかるっすね。リフト使えたら僕も終わるかもしれないですけど、ずっとあれからついてやってますもんね。こいつほんと舐めてんだよ、あんた。すごい、ほんとに。マジでかっこいい
俺こいつの先輩だから行っちゃうよ。やっちゃえやっちゃえ。お前早く終わらせろよ。お前まだ社長にまだ来てないだろうな。本当にお前来るまでに終わんないと本当お前いじめちゃうよ。お前もうとにかくお前早くやって帰るよ。お前いじめちゃうぞ毎日毎日よ。お前まだ来てない間に頑張ってちょっと終わらせます。キャバクラの女の子はかわいそうだよ。お前なんかと喋ってやると。わかりました、失礼します。マジ終わってんだこいつ。マジでして会社飛んだろ。